い、じゃあよろしくお願いします。今回はいつもの6時半ではないんですが、冬季講習の特別編ということで一問やっていきます。なのでここでね、一回動画止めていただいて、ぜひ一回チャレンジしてみてください。では早速ね、解説の方始めていきます。で、概要欄に詳しく書いておくんですけど、一応このね、動画を撮るにもう一本動画があるんだけど、このシリーズ特別編が。なんでこれ撮ってるかっていうと、そのこの前新潟県のある中学校で講演会と、授業をさせてもらったんですけど、そこでね、あの質問に来てくれた子がいたの。でも新幹線の時間がまずくって教えられなくって、で学校の先生に動画にしてもいいですかって言ったら、あの許可いただいたので、その子たち用に一応撮ってます。でもその子たちだけに送るのもあれなんで、ぜひみんなにも一緒にねチャレンジしてもらおうということで動画にしているという形でございます。以上です。はい、ということで始めましょう。で今回はトンネルの問題で A 列車と B 列車、列車が2つ出てきます。で秒速30と、まあ、秒速40、あとでちょっとまとめますね。でポイントはその二つの列車が反対から来るんですよ、こうやって。それが、トンネルの中央で出会うと。で、その時、トンネルの長さを求めなさいという問題です。で、今回、その問題と答えだけいただいたんで、途中式もらってないんですね。だから、もしかしたらもっといいやり方、解き方があるかもしれないんで、もし思いつく方いたらコメント欄の方によろしくお願いします。はい、ということで、トンネル行きましょう。で、今、まあ、左からじゃA列車行くとしましょうか。入り始めるっていうのも頭がこう入る、この瞬間ね。から、まあ、ちょうど真ん中ぐらいに出会うって考えたら、出会うってことは、列車がこういう状態と、まあ、こういう状態ですよね。まあ、こうなってると。で、よく自分はトンネルの問題とか、鉄橋、橋の問題が来たら、その、電車の、列車とか電車の頭の部分、先頭の部分をちゃんと比べてねって話をするんですが、今、先頭ここですね、頭が。頭、こことここなので、この間の道のり、速さ、時間について考えていきます。で、B 列車も同じように反対から来てて、ちょっと10秒後なんでね、時間は若干ずれるんですが、こう来てて、まあ、先頭と先頭を比べると、こことここなんで、この間の同じく見端を考えていこうと。でね、オーソドックスに、素直にやっていくんであれば、基本的に数学っていうのは求めたいものを X って置きます。だから今、トンネルの長さ。これが X なんで、まあ、それをそのまま行くんだったら、ここを X って置きます。置くのね。で、そうすると、ちょうどトンネルの中央で出会うってことは、それぞれ進んだ距離って、道のりっていうのはその半分なわけですよ。だから、A 列車も B 列車も X の半分の2分の x を進んでいるという風に考えることができます。まずこれが一つ目のポイント。この問題に関してはね。で、先読みをして、例えば、そのね、半分にした時に、できれば分数で出てきてほしくないの。めんどくさくなるから。だから、2分の x にするんだったら、ここを xx って置いて、ここを 2x にした方が楽かもなってやってももちろん OK です。OK。ただ今回は、そのね、求めるものを X って置くっていう、一番オーソドックスなやり方で一回説明します。ただこのままいきますね。です。あと分かっていることは速さです。A 列車は秒速30。B 列車は秒速40です。こうなってる。で、あと時間ですね。で、今、見端の2つのアイテムが揃った瞬間に、その2つを使って残りを表します。で、見端の公式、小学校から習ってて、木端で習ってるかもしんない。自分がちょっと見端でやるんで、ちょっとこっちで行きます。道のり速さ、時間ね。で、時間っていうのは、ここを求めたかったら、道のり割る速さ。もしくは、速さ分の道のり。まあ、こうでもいいし、道のり割る速さでも OK です。こうなる。だから、今、2分の X 割る30です。2分の X、割る30。で、割る30っていうのは、かける30分の1と一緒だから、下がかけて60分の X とこうなります。時間がね。で、こっちも同じです。2分の X 割る40やると、80分の X ってなります。で、どこで式を作るかっていうと、結局、このあと10秒っていう、これを使ってないんですよ。10秒後って。で、この10秒後に B 列車が入り始めたってどういうことかっていうと、
こっちの方が10秒少ないんですよね。走った時間が。こっちの方が先に行ってるから。こっちが後に行ってるからね。10秒少ないの。10秒少ないと。いいかな？で、ここでもし、この時間が同じ時間走ってるって言われれば、60分の X イコール80分の X ですよね。同じ時間って言われれば。でもそうじゃない。今こっちのが10秒少ないんだよ。ってことは、こっちの少ない方に10を足してあげないと同じにはならないですよね。秒数が。こっちのが10秒少ないから。で、あと式完成です。あとあれ解きます。はい。で、この解き方はいきなりね、分数切るっていうのもいいんですけど、60、80って数がでかいときは、まず10をかけましょう。10。10をかけると、ここが10をかけると約分されて消えます。60が6に変わる。10をかけて消えます。8になります。で、忘れずに、こいつにも10をかけて、こうします。そうすると、ちょっと楽になる。まだ分数残ってるけどね。こうなる。こっちの方まだ消しやすいから。で、6と8を消したいから、まあ、共通では考えて24です。24を全体にかけると、まずここが 4X。約分してね。6分の24ってなるから、約分して4になって 4X。8分の24だから 3X。忘れずにこの子にも24かけて2400です。で、あとはこれを整理すると、X イコール2400。なので、答えは、2400メートルで終了となります。いいかな？これで終了です。で、今回はその一番オーソドックスなやり方をやりましたけど、例えばさっきみたいにここ X って置いても解けます。ただ、ここで X って置いてしまうと、もうその式を解いた時に X が1200って出てきます。で、それを間違って書いちゃダメだよ。今ここを X って置いたら、トンネルの半分を置いて1200って求めたんだから、答えは2倍して2400。そこ間違わないように気をつけてほしいし、あとは時間をね、文字を使って最初に置いた方が楽はできます。楽はできる。ざっくりだけ一応説明するか。長くなっちゃうかな。まあ一応行きましょうか。ここをね、時間を X って置くんですよ。まあどっちでもいいんだけど、A を X って置きます。最初にね。そうすると、こっちは10秒少ないから、A が走った時間 X より10秒減るんで、こうなるんです。置き方としては。で、速さは30、40変わりません。こうやって。今回、蓋下2つが2個アイテムが揃ったんで、道のりをこの2つを使って表します。で、道のりっていうのは速さかける時間なので、これとこれをかけて 30x になる。で、これとこれをかけると、40x-10 になります。いい？さっきは上を置いて下を出していったの、どんどん。で、今度は下を置いて上を出してる感じ。ちょっと順番が違うの、出してるものね。で、今度、ここから、今、A と B が走った道のり、距離は同じですよね、もともと。ってことは、30x と 40x-10 は同じです。道のり、距離がね。だから、30x イコール、間違った。40x-10 と、こうなる。下は、まだ入る。で、これ、右側展開すると、40x-400 となって、まあ、整理して解くと X イコール40となります。ただ間違っちゃいけないのは、今、X は時間なので、いい時間。出したら道のりだからね。で、X をこことここに戻してあげる。そうすると、30×40 だから、こう1200なんですよ、ここもちゃんと。で、40×、ここがカッコの中が30になるから、こっちも1200。だから1200と1200を足して2400ですね、っていう風に言ってもいいです。見端の問題は、実は時間を置いた方が楽ができることが非常に多い。なぜかっていうと、分数が出てこないんで、こういう風に。計算ミスがなくて楽なんですよ。だからそこまで先読みしてやってもいいんですが、一番、まあ、数学特に苦手な方は、求めたいものを X って置いてやってった方が、他の問題でも、なんだろう、自分解くことができやすいかなとは思いますので、ぜひね、その辺を参考にしてみてください。で、いろいろ喋って本当申し訳ないんですけど、見端の問題で最後注意をしてほしいことだけ伝えて終わります。で、何かっていうと、見端の問題はとにかく単位です。単位の引っ掛けが非常に多い。
で、今回気をつける、今回大丈夫だったんだけど、気をつけるべきことは、こうやって置いたときに、秒速なんですよ。速さ、こっちも秒速ね。で、ここが10秒後で、秒と秒が揃ってるから何もしなくていいの。そう。でも、ここもし、分速とかになってる、ここがね、分速になってたら、この10秒を使うときに、これを分に直さなきゃいけない。秒と分で計算できないから。で、例えば10秒、秒を分に直すときは、60分のをつけるんで、60分の10。つまり、6分の1分って変えるの。この、変えてから、ちゃんと式に使わないとミスります。今回はないけどね。その、なんかきっかけはなかったんだけど、そういう問題も出てくるので、もし、見端の問題ね、文章問題に出会ったら、単位ちょっと気をつけなきゃな、単位揃ってるかなっていうところを意識して、ぜひね、やってみてください。では、今回はね、冬季講習のちょっと歩行というか特別編になりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それじゃあ、以上です。ありがとうございました。